僕はこんな顔をして、そしてこんな髪型をしていた。ちょっと確認しました。昨日あんなことなければすぐ帰れた。サボってじゃないの？ちょっとついてねえな。その後またすぐ仕事を。ちょっと待ってください。僕はこのバスに乗って、商談のためにある企業へ向かっている途中だ。次で降りなきゃ。地震？強い揺れだって。僕はもう一度考えることにした。もし巨大地震にあったら、しかも初めて訪れた町で巨大地震にあったとしたら、僕は自分さえ助かればいいんだと思っている。あんた、大丈夫か？名前は言えるか？とにかく早くバスから離れろ！ここからは地震情報に全て切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも
強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。安全を確保することを。すぐに処置できない。おい、そこの兄ちゃん。急ぎの用事があるので。おい、待て。人を探してる。この辺りで、俺くらいの背丈の。顔に怪我をしてる黒い T シャツの男を見かけなかった。それらしい男の人ならさっきそっちへ走っていきましたよ。逃げ足の速いやつだ。
保することを最優先。おや、大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。